根性広光は、日本の特農家。農業生産法人エチゴファーム株式、会社代表取締役。雪室もみちょから生米する、今スリベーと、自然農法米作りによる、中山間地域再生に尽力している。1971年、新潟県村上市で生まれる。1989年、新潟県立村上高等学校を卒業。 1993年、明海大学を卒業。2006年3月5日、農業生産法人エチゴファームを設立。2013年2月20日、日本橋三越本店に、6次産業化プロジェクトによる直営、米ショップ第1号店のエチゴファーム田んぼネットワークを出展。新生米工場、雪蔵の米観庫が竣工。2016年3月より、 雪倉今スリベコシヒカリが日本航空に国際線ビジネスクラス機内食として提供される。会社概要。エチゴファーム。2017年3月25日閲覧。エチゴファーム株式会社。新エネルギー導入促進協議会。2017年3月25日閲覧。エチゴファーム、雪室貯蔵米を販売主都圏に照準。 日本経済新聞。2017年3月25日閲覧。ニューヨークタイムズ。米に対する補助金は JA に代表される。官僚機構を太らせている。2017年3月25日閲覧。究極の米作りを模索。鮮度にこだわる。今スルベー。イズム。2017年3月25日閲覧。TPP と日本の農業。 2017年3月25日閲覧。エチゴファームユキクライマスリベイファンド2016ユキグラ。今すりシステムが起こす流通革命。日本のお米の未来を守る。ミュージックセキュリティーズ株式会社。2017年3月25日閲覧。エチゴファームユキクライマスリベイファンド。ミュージックセキュリティーズ株式会社。2017年3月25日閲覧。 ありがとうございます。